どうも、コーズです。今回ですけども、アルビレックス新潟が引き抜かれそうな選手とコンオフの編成に関して独断と偏見と妄想で考察してみるということで、やっていきたいと思います。まあ、朝動画でね、いろいろ、リクエストもあったので、まあ、やってみましょうということですけれども、7人、まあ、引き抜かれそうな選手を挙げた上で、その他でも結構触れてますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。まあね、残留が決まってとか、ね、シーズン終わってからのがいいんじゃないですかって意見もあったんですけど、まあ、あくまで、まあ、36節終了時点の段階での妄想というふうに思ってください。1人目、小島選手。日本代表にも選出されたゴールキーパーです。去年は1番に契約更新が発表されたわけですが、リーグ戦は31試合出場、36分の31試合。新潟のディフェンスラインからのビルドアップのキーマンの一人、そしてゴールキーパーながら足元の技術は日本人でもトップレベル。これ海外在籍の選手を含めてですね、トップレベル。まあ、なおかつセービング能力も高いと。新潟5年目ですが、来季の去就は注目されると、おそらくオファーは多く来てるだろうと。もし引き抜きにあった場合は、千葉にレンタル中の藤田を呼び戻すのが基本線かなと。ユースから昇格した内山選手も有望株なので、まあ、誰かがレンタルに出される可能性もあると。去年は浦和やマリノスがオファーしたという噂もあったので、今年はどうなるかと。代理人は UDN スポート、スポーツ、というところですね。トランスファーマーケットさんから、情報をいただきまして、続きまして、藤原宗也選手。新潟不動の右サイドバック、現在リーグ戦で35試合出場、36分の35試合出場。5ゴール2アシスト。J でも屈指の右サイドバックと言っていいでしょう。守備ではタイトにかつクレバーさがあるのでカバーリングも上手。偽サイドバック的な動きもできるので攻撃参加も魅力。ビルドアップ参加も多く技術力も高い。まあ、彼もまたオファー来てそうですね。去年はマリノスがオファーしたみたいな噂ありましたけど、果たして今年はと。代理には K 永田って書いてあったんで、トランスファーマーケット永田さんという方らしいですね。そして3人目、長倉選手、ルヴァンカップの得点王。去年夏に群馬から加入、今季はこれまで28試合出場です。圧倒的な走力とスピードがあるタフな選手。ゴール前に顔を出して相手の背後や1対1でも勝負できると。もっと決定力が上がればリーグの得点ランキングでも上位になる可能性を秘めていると。すでにセレッソがオファーみたいな噂が出てきてます。代理人はサン X という会社のようですね。一応ね、その代理人に興味ある方、そのままググってみてください。多分、要はエージェント担当してる選手一覧みたいなの出てくるので、他クラブの誰をエージェントしてるのかとか、ちょっと探してみてください、興味のある方は。そして、4人目、秋山博樹選手。日本を代表するパサーへ育った新潟の現在、主力ボランチと。課題だった守備面も克服しつつあり、まだまだ成長中でもあると。今季から副キャプテンを任されチームを牽引していると。海外志向の高い選手でもありますので、まあ、海外からのオファーも注目ですが、国内クラブからもオファーがあってもおかしくないと。海外クラブが興味という噂は今年も出てました。ベルギーだかオランダだか、あの辺からね、なんか出てましたね。代理人は UDN スポーツさんということで、小島選手と同じ代理人ですね。そして小見洋太選手、水戸俊介選手と同期入団ですが、松橋監督の継続起用によるにようやく今季応える活躍ができるようになってきたという、まあ、そのアタッカー、両サイドこなせる上にトップもトップ下もこなせるポリバレントな選手でもあると、独特な PK も特徴と、代理人がね、JSP じゃなくなってましたね。変わってました。ジェブエンターテインメントっていう会社になってました。これもね、調べるとたくさん選手抱えてらっしゃる代理人だそうで、調べてみてください、興味のある方は。だから、JSP、去年、高高弘選手がね、FC 東京移籍した時の代理人が JSP で、JSP はね、その、なんだ、移籍金0円でよくやりがちみたいな。で、選手の、なんだ、年俸をその分上げがちみたいな。なんかそういう風な話をよく聞くんですけど、コミ選手は JSP じゃなくて、ジェブエンターテインメントになってましたね。結構表示が下の方だったから、今年移ったのかもしれない。代理人変わったのかもしれないですね。そして谷口海人選手、今季 J1 で32試合出場、10ゴール2アシストを記録と。ワントップ起用が多かった中で、もともとの左サイドハーフに戻されて良さが強調されたと。やっぱ左サイドで起用されるのが、まあ、谷口選手良かったよねっていう風なのがあるわけですけれども、豪快なシュートとカットイン、強引な突破とゴール前の嗅覚は特徴。日本人フォワードで J1 で2桁ゴールしてるだけでも注目株なので、まあ、フォアは来てそうかなという風に思います。
代理人サークル、サークルっていう、会社ですね。こちらも多分ググると出てくると思います。そしてトーマス・デン選手、今季はこれまでリーグ戦29試合出場、グロインペイン症候群により浦和から新潟でリハビリをして、着実に出場時間を伸ばしていると、回復、新潟メディカル優秀っていうね話はたびたび出てきますけども、着実に出場時間、出場試合数伸ばしています。オーストラリア代表にもコンスタントに選出されて、今回のね11月の代表に選ばれてませんでしたけども、それまで選ばれてましたと。まだ27歳と、選手として成長のピークを迎えていると。高さ速さを含めた身体能力の高さに加えて、カバーリングする判断力も高いと、非常にクレバーな選手でもある。A 代表選手にしては割安感があるはずで、タクラブを狙っているのかなと。代理にはオラクルスポーツさん、オラクルスポーツマネジメントさんというところだそうですね。そしてその他、7人、挙げてみましたが、誰も彼も可能性あるよね。小島、藤原、長倉、秋山、小見、谷口、トーマス・デンと、いなくなられると困る選手ばっかりですけど、トランスファーマーケット上では今夏加入した橋本健人選手、そしてダイソーの奥村選手だけが、契約期間2026年1月末までの契約になってましたので、それ以外はほとんどが2025年1月末までの契約となっていると、単年契約が多いと。あとは未記入の選手もいたので、青空選手とかはね、その契約期間なんか空欄になってたんだよね。だからそこら辺ちょっと不明です、どういう契約になっているのか。で、代理人情報もトランスファーマーケットから引用して、小見選手は JSP ではなくなってたと。で、JSP 在籍の新潟の選手は0人でしたね。これ JSP 側のホームページも見てみました。その他で言うとですね、ダニーロ加入当初2年契約プラス1年延長オプションというふうに報じられてたわけですが、そんな記憶があるんですよね。で、果たして、今年延長するのか、もう2年契約の2年目であるので、延長するのか今季で満了なのかは注目であると。推定年俸はトーマス・デン選手と大差がない、4300万とかぐらいもらってるので、これネット上のね推定年俸で見ると、大差ないので新潟では高額な部類であると。ただシーズン後半にかけてのパフォーマンス上がってきているだけに判断は難しいところでしょうと。ダニーロの去就は注目。太田選手はもう今季は怪我に苦しみました。去年より今年の方がちょっとねパフォーマンス落ちた部分があると。新潟のスタイルと自身のプレースタイルとの間で葛藤があったようにも見えた今季だったので、新規一点で移籍する可能性もあるし、もう1年新潟で自分の能力を試したいとなる可能性もあると。太田選手の、ね、強み、も能力の高さも分かってるだけにですね、新潟でよりその能力を発揮してほしいところですが、果たしてというふうなところですね。やっぱ得点決定力高いんですよね、太田選手の良さって。めちゃめちゃそのシュート本数に対してのゴール数がめちゃめちゃちゃんと多い。そこら辺がねもっともっと発揮できるといいんですけどねっていう風なところですが、果たして去就やいかにと。そして、宮本選手や長谷川元樹選手は今季加入組ですが、成果半分、 J1 初挑戦のハードル超え半分という、ちょっと J1 の壁も感じつつ、その中でもやれた部分もあったよねみたいな感じだったので、来季はもっと活躍するところを見せてほしいなと、いうふうなところで、2年目もいてほしいなというふうに思っております。そして松田栄太郎選手ですが、おそらくレンタルバックになるのかなというふうに思われます。怪我情報も特段ない中でベンチ外が続いていると、練習参加している風なんですよね。松橋監督の去就がすごく重要なんですけど、続投するかどうかにもよりますが、レンタル3年目でもあるので、新潟にもし残るのなら完全移籍の切り替えになるでしょうし、本人はマリノス復帰の思いも強いと思うので、おそらく7割方対談なのかなと。マリノスがね、その増田選手と復帰のアプローチをしてるのかもわからないですけど、今のところ増田選手はマリノス戻るか、松橋監督がね、その新潟の監督じゃなくなるんだったら、その松橋監督が行ったチームのにレンタル、再レンタルという形になるのか分かんないですけど、あとは小野裕二選手も松橋監督の去就に結構影響を受けるでしょうし、その松橋監督のラブコールに応えて今季新潟加入したというのもあると。で、星裕二選手も多少影響を受けるかな、マリノスユースの、恩師ですから、というところで、あとは怪我の影響でパフォーマンスが上がらなかった鈴木浩二選手、そして高木選手、出場機会が限られた島田選手は遠藤選手の去就も気になるところですと。あとは年齢的には千葉ちゃんもね、どうなるのかというふうなところですし、
うん、一方でまあ堀米選手、早川選手はもう新潟に 骨をうずめてくれると信じてますので、まあ、来季もいてくれるものかなというふうに思ってます。うん、もうなんかそのなんだプレー面だけじゃなくてもう新潟の精神的支柱みたいな感じでもあるので、うん、それはもうなんかなんだろう、何者にも代え難いもう存在感があるというところ。レンタル組の去就ですが、まあ、矢村選手は戻したいでしょうと、もう J2 で結果出しました。うん、得点ランキング3位でしたっけ。で藤田選手は小島選手次第、小島選手の移流に成功したら藤田選手はまた J2 のどっかにレンタルになるのかなと。うん、まあ、千葉がね J2 残留決まったんで引き続き千葉になる可能性もあるし、わかんないっすね、なんとも言えない。栃木は J3 落ちちゃったしね。うん、で岡本翔征選手は鹿児島が J3 に落ちた、降格してしまったので J2 でレンタル先を見つけるか、まあ、遠藤選手をまたどっかに修行に出すとか契約満了とかってなってしまうんであれば岡本選手戻すっていうのもありえるかなと。うん、あとは島袋選手アタッカー陣の去就次第かなというふうに思いますね。ダニーロ太田あたりの去就次第かなと。で大竹選手、吉田選手、森選手はもう1年修行の可能性があるかなと。まあ、大竹選手、吉田選手はまだ若いですし、まあ、森選手も大卒1年目ですからね。うん、福島でそれなりに活躍しているのであれば、うん、もう1年修行という可能性もあると。稲村選手は主力として来季計算するとして、もう1人 その来季加入内定の葛西選手も、試合見ただけですが期待できそうな感じだったので、他に大卒選手の新加入があるかもギリギリまで見守りたいと。他クラブではねまだ加入内定発表が続いてたりもしますので、大卒選手もう1人2人来たりするのかなという部分も注目。まあ、ただ来年はレンタル移籍の人数上限っていうのがあるんですよ。レンタルに貸すのも借りるのもそれぞれ10人上限で、 A 契約の上限も27人となるので、どういう編成を組むかですよね。だからなんだろう、ゴールキーパー5人でもまあありっちゃありなの、内山選手がホームグロウンであるのでユース出身ということで A 契約枠外で考えられますし、ってなると、まあ、岡本選手戻してもう彼もホームグロウンの対象選手ですので A 契約枠外で見れると。まあその天皇杯だったりルヴァンカップだったりを見据えると、編成面的には結構ね、人数その質と量両面である程度補いたいけれども、じゃああまりに出番がないとね、それは買い殺しになってしまうし、でそういうふうにある程度そのターンオーバーして、少なくともフィールドのプレイヤーは全員出させるみたいなのは松橋監督のお箱でもあるからね、難しいですよね。松橋監督の去就次第なんですよね。松橋監督じゃなくなったらその後任監督が誰か次第ですけど、大幅に編成はもうこの想定から若干また変わってくるかなと。松橋監督じゃなくなったらどうなるんだろうね。まあだから小野と松田は多分分かんなくなりますよね。逆にその松橋監督の下であんまり出番のない選手は残る可能性もあると。逆に松橋監督のおかげで出れてた選手はいなくなる可能性もあると。難しいですね。だから非常にその監督の去就が出ないとその編成面も何とも言えないけど、まあ、現状考えられる、まあ、引き抜かれそうな選手ってこういう選手だし、レンタル組の去就は、まあ、ここがこうなったらこうなるみたいな話を、まあ、ちょっとしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。